あゆみです。そうです。シュータオです。どうも。ピンクです。はい。全部間違えた。ピンクです。はい。もういいよ、このままやるわ。はい、もうこのままやります。はい。はい、ということで、久しぶりのね、外ロケなんですけれども、これを着てるということは、はい、あの企画が久々の復活でございます。半年ぶりぐらい。そのぐらいだね。あげ、前回あげたのがね、第1回の、じゃあそちらやってくれ、動画なんですけど。こちらの動画ね。はい、こちらの動画です。するん。はい。ということで、本日の企画、第2回スタンチの旅、砂町銀座商店街。はい。これはね、もう僕らの定番企画とね、これからなっていくでしょうという企画でございます。はい。回る気ないですよ。いや、そうだよ。前回ぎっくり腰でさ、言うて初参加なわけじゃん。で、この、あれでしょ、マーチンでしょ、舐めてますね。舐めてるよね、この余裕この余裕この余裕この企画を舐めております。多分この T シャツがエンディングでは多分慎太郎の元に多分あるのかな。まあ、その辺もね、楽しみにしていただいて、今日はね、いろんなところを回って、いろいろ食べてね、うん、まあ、本当に食べる気分じゃないんだけどね。あ、そっか、食べる、そうだ、毎回そうだ、払わない企画だから、そうだ、本当やべ。で、今回の一個ルールが、前回と違うのが、前回はミスったら全員が買うみたいな感じだったんだけど、今回は全員が泊まればそこの店はする、一緒、そこは一緒だけど、今回一人落ちちゃったらそこはそいつが全員分のやつをおごるっていう、あの男気と同じような感じ、なるほどね。だからミスったやつが全員分の会計をするみたいな感じで、まあ今回ね、カメラマンさんもね、ちょっとね、付き添ってくれているので、カメラマンさんの分も全部で 4人分でございます。だからこういう負け犬 T シャツとかもいらないかもしれないけど、4人分になることってなるよね。マジでこういう、こういういらないのも、いらないのもね、全部。いや、マジかよ。そうだよ、だからまあ泊まってくださいって。いや、そこは頑張ってください。はい、ということで、まあ、でも何があるか分かんないけどね、はいはいはい、頑張っていきましょう。それではやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、到着しました。いい匂い、いい匂い、やばい。にぎわってるね。俺、おごりでいいから止まんなくていいと思ってる。食べたい、食べたい、食べたい。はい、じゃあそれでは食べていきたいと思います。はい、回っていきたいと思います。それじゃあ、ゴー。いいお惣菜見て、もうね、入った瞬間にお惣菜揚げ1。うまそう。やっていきます。食べたいの、これやる、これやろ、やるやる、ちょっとね、はい、はい、マジョリでします。ボチ。いただきます。いただきます。いただきます。あれでしょ？食べたいはあったでしょ？食べたい。正直。本音はね。一発目だからね。動画作ってくれたんです。そうそうそう。やっぱプロだから。本来あんな落ち方しないとかね。めっちゃ熱い。めっちゃ熱い。はい。イカツと、ちょっとあんかけメンチ良かった。はい。やっぱ1回目のさ、チャンスとか、興奮じゃないけどさ、人のお金で食べるものがもううまいけどさ。その金はうまい。あ、違うな。はい、はい、めっちゃうまそう。めっちゃうまそうじゃん。やばい。嬉しい。いただきます。マジでいただきます。俺も嬉しそうだし。俺も嬉しい。じゃあ、カメラマンの当たりを。ありがとう。いただきます。いただきます。うん、うまっ。うまっ。うますぎる。あれやりきったですね。これ食べ終わったら次のお店に行きたいと思います。はいよ。やばくない？やばいね、やば、はい、え、これでしょ？上海肉まん。そうです。これやばくない？食べる企画になってる。だって慎太郎が絶対落ちるから止まるし、はい、回ってきます。肉まんかけて、はい、回っていきたいと思います。よし、どうも。すごいね、強い。はい、ということで今日はもう負け犬とは呼ばせません。いきます。
いやいや、そこのアップいらないでしょ。いきます。素晴らしい。今日、俺はディックを背負ってきてるから。全員背負ってる。いや、けどまあさっきのはまあもう偽プレイみたいなもんですよ。任せてください。芸術の2回目も着地しないって、あ、ごちそうさまです。ありがとうございます。飯食いに行こうぜ。はい、じゃあね、俺はエビチリマンにします。あ、いいね、うん、俺もエビチリマンにする。あ、じゃあ俺キャベツペクマンにしようかな。ダイエット志向。ダイエット志向。ダイエット風でしょ。じゃあ、お願いします。やってきます。その金で食う虫はめっちゃうまい、めっちゃうまい。いやー、超うまそうじゃん。いくらでしたこれ。510円。まあ、チリツモだね。けどあれ、さっきのでメンチ取ったお腹入れて、うん、ちょっと食べたから逆にお腹空いたのだったし、まあ、ここまでは俺の優しさ。早速いただきます。いただきます。出てるもん、チリが、ね、すごくない。サスケの獣院みたいな。え、チリが出てるもん、すごい。うまっ、うまっ、うまっ。バスケの順位みたいじゃない。言ったよ。食べる。やばい、うまい、うまい、うまいわ。もう、お腹いっぱいっしょ。いや、あのね、もうやらないっしょ。俺の応援もやらないっしょ。喉乾いた。喉乾いた。やだな、なんか俺の今日応援できない。喉乾いた。なんかドリンク系探そうか。決まったわ。お菓子の町岡。はい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 。じゃあお菓子の町岡やろうよ。いいよ。これ。内向いてやるか。3人同時でもちゃちゃっとやっていきたいんで。これいくらまでですか？お菓子の町岡。いくでいいよ。300円までしょ。300円まで。一番単価高いじゃん。はい、行きます。せーの、1、2。これ何、これ、あのクチの中パチパチするやつ。あーね、お前ここでもカツとか食うんだよな。懐かしいので撮ったけどさ。ということでね、飲み物を買っていただきました。今とはいつも置いてからがち。一回さ、あれにせガチで嫌なやつ。あ、ガチで嫌なやつ。いや、ちょっと待って。おぉー、もう遠いけどね。俺は専用ネタあるもん。やっぱちょっと俺靴の問題もあると思うからさ。確かにあると思う。ちょっとなんかランニングシューズとかそっち系に。俺さ、3回さ、死んでるやん。やばいよね、負け犬 T シャツほぼ俺やん。そう、ここのハムコップ。ビル入れようかな。ここ、ここ有名なお姉さんらしいんだけど。今日やってないの。そう、今日やってないの。絶対休憩。地球が来た。でっかっ。これやばい。これさ、逆にめっちゃきつくない？落ちられてもきつくない？もう一枚でしょ。うわ、これちょっとやるか。やるか。結構火つくよね。お腹いっぱいだし今。これはもう溺るのが嫌だっていうよりかは、これ一人一枚食べるのが多分きついっていうことで、マジで頑張って止めていきたいと思います。いつもね。落ちる気しないよね、たぶん。うぅー、いらっしゃ。そろそろちょっとギア入れます。はい、これ止めたいね。お前ギアのやつマジで入れるわ。うこれまさにちょっと諦めんな、諦めんな。
違うよ、俺らも終わったよ。マジかよ。みんなで食べようじゃないか。これやばくない？やばくない？これだってアイムの顔だよ、もうほらやばいよね。めっちゃいいですね。でもあげる。いやもらう。あげる。うわありがとう。重っ。重っ。はい、いただきます。いただきます。さっきのチキンぶっ取ってきたね。やばい、えぐい。思ったね。あれ、おもちゃのアップやってないじゃん。これやってたら絶対入ってたわ、ね、うん、おもちゃに入ってたわ。ポケモンカード探しに行った。絶対それ。え、焼き鳥。焼き鳥。あ、飯しか食ってないけど飯やる。まあ、ありだね。ありだね。これが安っ。ちょうどやろ。焼き鳥しようか。焼き鳥しようか。やばっ。ちょうど肝。ちょっと斜面になってるから。むずい。ちょっと怖いね、これ。めっちゃ。今日はね、今日すごくない？今日はね、大丈夫だ。ね。うん。うわ、なんか嫌な思い出がある。竹下通りを思い出すね。ちょっといいの1個見つけた。
ね、メンバーカラーの開けちょっと巻き色薄くなるな。これをさ横に横掛けに。どう？企画としてはなんかね。巻き犬でこれで歩いてる。あ、そうね。これがおもろいか一番。これもおもろい。ね、これにする？かわいい。普通にかわいくない？ね、あ、全然これね。クマを一回。これもじゃあ、年寄りも使うの？このバッグ。これ良くない？いいね、かわいい。これにしようか。これかわいいね。これにします。待って待って、レングレス使ってんだけど。いや、いいよ。かわいい、かわいい。普通にかわいいなって思っちゃった。ね、いいじゃん。え、これ何？これ何？いや、ちょ、これがね、ちょ、いくらすんのかなと思ったら、ね、このお店の中で一番、なんと、安い、100円。100円？1人じゃないんだ。あ、そうなんだ。ということで、うん、もうちょっとさすがにそんないいものを購入できたというテンションが上がってしまい、この可愛いネックレスが買ってしまいました。それぐらいだと思う。290円。めっちゃいい買い物してるやん、なんか。はい、可愛いけどね、似合ってるね、愛着は愛着は。これがちょっとあれだけどね、これいいんだよ、アクセントだよ、白黒の中のピンクアクセント。今年ピンク来てるから、そしてもう終わりね、ショッピングが終わりだね。あ、じゃあとりあえず一旦山中の旅はこれで締めくくりなのかな。締めくくりじゃない、ね、今回はさ、落ちたのこれ俺だったけどさ、うん、あれだよね、一番落ちた慎太郎が、うん、この分け犬と今回買ったこれをないないないっていう感じ。引き継がない、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 だってさ、だってお腹いっぱいになっちゃったもん、なんか。だって今回の分け犬はどう考えてもこいつ見てる人も笑ってると思うよ。あ、これ追伸取れてんだ、やだやだやだ、絶対そうだよ。だって、それにしても、うん、最後じゃあ一回やろう、みんなで一旦中を。あー、で、そこで落ちたやつが、あ、ね、これを継承。あ、なるほどなるほどね。あ、okay、なるほどね。まあしょうがないから別に、ね、乗ってあげてもね。いやちょっとな、でも俺なんかこの最後の最後ら辺でちょっと落ちまくってたから怖えな。とりあえずね、でも商店街抜けるということで、うん、okay、はい、じゃあ一旦ね、いい街でした。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ良かったね。またやるときも俺これからスタートするのよ。そうそう、私これで移動してもこのまま帰りそう。いや、そうだね、夏場とかありそうだもんね。ワンチャンある。でも次の企画の時はパンツを買いたいなと思います。あー、そうだね。いやいや、次の企画の時はランニングシューズで着たいなと思います。当たり前だよ、当たり前だよ。デニムで来んな。ランニングシューズで来る、これ絶対怖い。マジ今日舐めてた。マジ舐めてるわ。普通に舐めてた。いやー、でも慎太郎じゃないんだね、マッキーに。いや、よかった、マジで。普通さ、ね、一番負けたやつが負け犬になるはずじゃん。どう考えても。俺もそうかなって思った。はい、まあ、この企画はね、できることならね、まあ
1ヶ月に1回もできればね、いいなと思ってるので、まあ、これからちょっとね、ないのも開けてないのも開けてね、うん、友がもう普通のスタンチュー止まりすぎる、止まるね、うん、だから1回ひねってとかにしようぜ。いや、そうそう、だったらさ、俺たち結構ブーバーで練習してるわ。確かに、そうだね、今のうちに練習してるわ。クロックスでとか、あー、はいはいはい、なんかしらね、ちょっと重りつけてみるとか、そうそうそう、目隠ししてる、うわ、怖っ。あ、目隠しいいね、目隠しは大丈夫だ、できる、できる、やばー。はい、まあそんな感じで、ね、ちょっとルールをね、追加してレベルアップして、どん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 この企画やっていきたいなと思います。はい、今日の動画いいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、そしてリンクのリンクをコピーしてシェアよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。